桜島松浦町、桜島松浦町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧大隅国大隅郡桜島号松浦村、北大隅郡西桜島村大技、松浦、鹿児島郡桜島町大技松浦。郵便番号は891-1413。人口は149人、世帯数は84世帯。桜島の北部、松浦川の下流域に位置する。 町域の東方には桜島二股町、西方には桜島西道町がそれぞれ隣接しており、北方には鹿児島湾に面している。海岸沿いには鹿児島県道26号桜島港黒上線が通り、町域の西部に鹿児島市立桜本小学校、鹿児島市立桜峰幼稚園がある。柑橘類を主とした果樹生産地域であり、 その他にも桜島大根が栽培されている。桜島松浦町の一部が国立公園である霧島近郊湾国立公園の区域に指定されており、特別区域特別保護地区第地、第一種特別地域、第二種特別地域、第三種特別地域から構成される。松浦という地名は戦国時代より見え大隅国向島のうちであった。 天文六年の島津勝久宛会場により、本田忠親に、松浦の血が宛てが割れた。二年後の天文八年の、蒲山原作部によれば、松浦と二股の区域が、蒲山義久にずつが割れたとされるが、ほどなく、蒲山市の手を離れた。江戸時代には、大隅国大隅郡桜島里のうちであった。村高は、天保郷町では五十国余り、 群村高辻町では50国余り、三州五地西洋欄では61国余り、急行急流取調べ町では67国余りであった。安永8年10月1日に発生した桜島の安永大噴火の際には松浦村の住民は鹿児島城下へ避難した。また、宇多木流王権原者は桜島の9合目に位置していたが、現在地に遷宮したとされる。 江戸時代の中期頃までは二股も松浦村のうちであったとされ、文政7年に井上忠隆による桜島の測量が行われ、二股は松浦のうちと記されており、薩摩藩の父事である三国名小図にも、二股村は松浦村の子孫であったと記されている。1889年4月1日に松村政が施行されたのに伴い、 桜島の西部にあたる赤水村、横山村、小池村、赤尾原村、竹村、藤野村、聖堂村、松浦村、二股村、白浜村の区域より北大隅郡西桜島村が成立した。それまでの松浦村は西桜島村の大技、松浦となった。1898年に白浜にあった日清小学校と藤野にあった。 同人小学校が合併室内に桜本小学校を設置した。1973年5月1日に西桜島村が解消及び調整施行し桜島町となり桜島町の大技となった。同年には桜島町唯一の幼稚園として桜島町立桜峰幼稚園が松浦に開園した。2004年11月1日に 桜島町が、日置郡松本町、氷山町、鹿児島郡吉田町、いぶ郡き木入町と共に、鹿児島市に編入された。合併に際して設置された、法定合併協議会である、鹿児島地区合併協議会における協議によって、桜島町の区域の大技については、地の区域を廃止し、当該廃止された地の区域に相当する区域により、 新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、鹿児島県の告示である町の区域の設定及び、字の廃止が鹿児島県広報に掲載された。 この告示の規定に基づき、それまでの大技松浦は廃止され、大技松浦の全域をもって新たに、鹿児島市の町、桜島松浦町が設置された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は、以下の通りである。県道26号桜本小学校前から、 桜島港を望む。ありがとうございます。